センター新翼センター新翼の内部第1期棟より、急流側を望む香港コンベンションエキシビションセンター、香港会議展蘭中心は、香港の香港島北部、湾ン地区に位置する超高層ビル及び、コンベンションセンター、ホテル、住宅などを合わせた複合施設である。略称は白石区、または、開店、香港特別行政区の香港貿易発展局が、 有する会議及び展示施設である。香港で最大のコンベンション施設を有し、構想胸にはホテル及びコンドミニアムを併設している。施設は大きく1988年に建てられた第一期と1997年に建てられた第二期の2つに分かれる。香港の中でも重要なイベントや会議、式典の多くがここで行われる。 なお香港上海銀行発行の現行1000本コンドル紙幣に第2期胸が中国銀行発行の旧20本コンドル紙幣に第2期胸が建設される以前の第1期胸とセントラルプラザが描かれているほか現行1000本コンドル紙幣には第2期胸とワンコの街並みが印刷されている旧翼と呼ばれている第1期胸は1988年11月に完成した 地上51階建て、高さ181メートルの超高層ビルである。設計は、デニス・ラウトン・チュンマンにより行われた。仮想に、コンベンション施設、上層にホテルを有する。それに付随して、コンドミニアムやレストランなどが設置され、中層部に、プールやテニスコートを併設した中庭がある。また、低層部には、香港の技術と産物を紹介するコーナーがある。隣接する。 セントラルプラザを経て、MTR ワンコ駅へ、また君高中心や海港中心を経てワンコフ頭へ、ペデストリアンデッキを使ってそれぞれ向かうことができる。第2期は、新し翼と呼ばれ、1994年から1997年にかけて建設された。ビクトリア湾に突き出るワンコ地区の最突端に位置し、2.6ヘクタールを埋め立てて建設された。設計は、 アメリカ合衆国の設計会社村により行われた。第一期胸とは空中回廊で結ばれている。1997年7月1日に行われた香港返還の式典はこの場所で行われた。現在では各種フェアやイベント、国際会議などが頻繁に行われている。建物のすべては展示及び会議施設に使われる。ホールでその他レストランなどが併設されている。 また建物の先端には、香港の生き花で、中華人民共和国政府から、香港特別行政区に送られた金色のバウヒニア、像が設置されている。この場所は、金紫系広場と呼ばれ、本土観光客の観光スポットとなっている。2003年より、第3期棟の建設が計画されている。建設が予定された場合、2015年の完成を目指している。 その他1989年11月22日、ミスワールド決勝が行われた。1997年7月1日、香港返還式典が行われたほか、毎年7月1日には返還記念式典が、金紫京広場で行われる。また1997年には、世界銀行総会が、2005年には、第6回 WTO 閣僚会議が開かれた。 映画賞の受賞式なども行われる。ボクシングでは、J ラウが率いるデフプロモーションズが2015年8月29日に初めて単独でイベントを開催。2016年5月14日に、ボブ・アラム率いるトップランクが1994年に進出するもすぐに撤退して、以来の最新室となり、メインイベントを含めた3試合を提供したに、レックスを香港にある、 他のコンベンションセンターとして、九龍の九龍湾地区に、香港国際展望中心が、湾湖に、香港展覧中心が、ランタを地区にあるチェクラプ国等の香港、国際空港隣にアジアワールドエキスポがある。特に、香港展覧中心は、同地区にあり、名称も似ているので、訪問の際には、注意が必要である。その他、KCR の旧広島鉄の延伸予定線により、 センターの直下に、仮称、回転の地下駅設置計画がある。香港インスンティブス、ザ・プランガーガイド、香港政府観光局、2009年7月2日、ルルブ情報版、A4 香港、マカオ0996ページなどでの表記、ミスワールド1989、phantopolis.com、e、2003年8月17日閲覧。 笑うディズニーなく商店、香港 WTO 引きこもこも、中国情報局ニュース、中国情報局、2008年1月12日閲覧、ありがとうございます。